ねえ、おばちゃん、今中国はすごいことになってんだよ。え？すごくなってない時なんてあるのかしら。え？中国不動産不況で投資会社郵政兵隊が債務2000兆円？中国版リーマンか。中国暗黙の保証の付け郵政兵隊、中国で地方政府配下のインフラ投資会社融資兵隊の債務が膨張している。国際通貨基金 IMF の推計によると、2027年には、この先の話、1000兆元、約2000兆円の大台に乗る見通し。政府の暗黙の保証にただ乗りし、債務を膨張させてきたツケが住宅不況をきっかけに噴出しかけない状況になっている。で、現在までに1300兆円の負債、隠れ負債ね、1300兆円だあーた。え、これどうすんの。いや、もう桁がでかすぎてちょっと想像つかないんだけど。東京ドームで言うと何個分。もう東京ドームで例えてもなんかよくわからない、もうこんなでかくなっちゃうと。これって調子例で結局もうみんなに。いや、もうここまで来るともう金額がもうよくわからない。だってコンビニでさ、なんかレシートについてくるなんかおにぎり1個無料とか、お茶一本無料とかで、あ、ラッキーって喜んでるおばちゃんからすると、もうここまで行くともうよくわからない。ここまで来るともうその2000兆円。使い切れないとしか言えない。そうね、2000兆円でしょ。いや、もうすって規模がでかすぎてね。これもうどれぐらいになるか想像がつかないニュースだよ。え？また中国で？万里の長城破壊、隙間が、男女拘束、近道よ。警察は壁を壊した疑いで30代の男と50代の女を拘束。二人は当時近くで工事をしていて、重機を使って壁を破壊したっていう。破壊した理由について二人は、近道を作るためだったと話している。壊された城壁は14世紀から17世紀の明の時代に建設されたもの。警察は取り返しのつかない損害を与えたとして調べを進めている。え？14世紀から17世紀？ちょっと規模がでかすぎて。ラビもどれぐらいの昔の話か、もうここまで来ちゃうとわからない。多分たまごっちが誕生する前だと思う。そうでしょ。たまごっちよりは前だよ。都庁下の食品配布に若いっちょし子連れてながら部人が増加、毎週600人を超える列ができている。毎週土曜日、東京都庁下で行われている食品配布、猛暑に関わらず毎回600人以上が並ぶ大行列となっています。以前はホームレスの人たちが中心だったけど、今若い子たちや子連れがいっぱい並んでることでホームレスの方たちが並びづらいという状況とか、あと本当に困っている人とかがもうもらえないという状況になっていますので、なるべく本当に困っている人たちにあげてください。三越創業350年を記念した企画の一つで、デパ地下にある有名店に商品ベースに、銀座三越の商品バイヤーとムスバーガーの商品開発担当が8ヶ月かけて開発した黒部和牛のパテに、長万厨房の出汁を使った銀座照り焼きバーガーは1601円と高級バーガーを販売するところがオープンしました。高いけどうまそう。ジャニーズのジュリーが
代表取締役の座にしがみつく理由っていうのが今話題になってるんだよ。え、理由があるの？え、ジャニーズ北川氏のちょっとあった問題に対して今後の取り組みを7日の会見で説明するとみられる。あの今日で文書オンラインが報じたところによると、東山紀之が新任社長に就任するとみられ、でジュリー氏は代表取締役で、このしがみつく理由、ジュリー氏は副社長時代6億5000万円の年収があったので、19年に社長に就任してからは 10億円近くの年収があったと思われる。当たり前のようにセレブ生活を送っていたが、会長職になるとおそらく年収は激減してしまうだろう。現在の生活水準を維持すること、また20歳の一人娘のことを考えると、代表取締役にしがみつくしかなさそうだ。え、年収10億、え、それ維持するため、10億円もらってんの？え、生活水準を維持する10億円の生活水準、え、どんな生活を送ってんの？10億円の何、あの歩くところみんななんかあのバラの花びらとか巻いて歩いてんのかしら。え、10億円の生活水準、え、ちょっといやもうこれも規模でかくてよくわからない。これだけは確実だと思う。多分、毎日、冷房25度以下だと思う。いや、でもそれは、的を得てると思う。だって今も電気代高いから、27度以下には下げれない。でしょ？もう電気代高くて怖いから、もう27度を下回ることなんて、もうありえないもん。だから何、今の、冷房 20?5 度以下にしたいからこういう生活してるっていう、なんで、あの、代表取締役になるってこと？それか、ご飯の上に、もう、だって白い、あの、お米が見えないぐらい、鮭フレークいっぱいかけてると思う。え？え、白いご飯の部分が見えないほど？鮭フレークかけまくるって。え、そんな贅沢許されるの？10億円の生活してると思うから、それぐらいはしてると思う。もうわがまま。鮭、そんなでおばちゃんも全部かけたいもん。でもね、もう高いしもったいないから。白い部分が見えないぐらいかけるなんてもうありえないわよ。いやもう本当に贅沢。今、中古車販売業者第2位のネクストステージが、ビッグモーター化してるみたいで言う。え？え、あの何、あの、ヒカルがやった。違う、ネクストステージ。え？え、なんかそんなのあんの？ルールや方針がビッグモーター化。中古車販売協会第2位ネクストステージの不正を現役社員、元社員が続々告発。BM、なんかビッグモーターよりエグい。わざとタイヤをパンクさせて。ビッグモーターによる保険金の不正請求問題が明るみになり、中古車販売業者に注目が集まる中、ビッグモーターに次ぐ業界第2位、ネクストステージとも同様の不正が横行している疑惑があることが、週刊文春取材で分かった。で、今、株価、急落。いやビッグモーターが未だに、まだ営業してるという、この事実からすると、このネクストステージも、結局、潰れないで残るっていう。まあ、お役人さんがね、甘く立ってるから、潰すのにも潰せないっていうことなんじゃないかなと思うけど。でももう、無価値な会社になっちゃうでしょ。だから、そこにいても旨味がないじゃない。で、どっかに移って、で同じようなことする。役人が悪いの？だって、お金いっぱい払わなきゃいけないじゃん。何もしてないけど。おばちゃん、もうちょっとオブラートに包むよ。
だから何、豚を飼いならすにはさ、餌代が。いや、もうちょっと。だって大ぐらいなくせに何もしないのよ。もっと餌くれやって言って。うん、働かない豚のくせに、なんか。いや、もう違うニュース行く？違うニュース？じゃあこれ？ポリゴテ、パトカー挑発。高校生ら10人摘発。おちょくるのが楽しかった。パトカーを挑発して、信号無視をしたとして、大阪府警交通捜査課は5日、道路交通法違反、共同危険行為などの疑いで、高校生16歳から18歳の男女10人を摘発したと発表した。そのうち逮捕は3人で、書類送検が7人、いずれも容疑を認め、パトカーをおちょくるのが楽しかったなどと供述している。府警によると少年らは、大阪府西南市の道府いすみ市の中学校出身、仲間内で普段からバイクなどを乗り回しており、パトカーを見つけると故意に近くで信号無視をして挑発、蛇行運転をしたり、複数台で横に広がって走ったりしていた。で、少年らはこうした行為を警察との鬼ごっことして、ポリゴと、ポリスごっこと呼び、大阪湾岸の都市型公園西南ロングパーク周辺でパトカーが現れるのを待っていて、で、またこういう行為を行ってた。まあ、この方じゃこんなことできないんじゃない？おばちゃんがよく言ってるマットポリス、神奈川県警のこと？神奈川県警だったら確実に発砲してるでしょ。でもお掃除してくれるっていうことは、業務上の正当な行動だとラビは思うな。でもちょっと神奈川県警お掃除しすぎなのよね。思ったことに。神奈川県警ね、ちょっとね、お掃除しすぎちゃうのよ。すごく元気なポリスなんだね。ホリエモンがね、クロスヘイムの経営権取得で会長になるんだって。北九州に本社を置く FM ラジオ局、クロス FM の全株式を取得し、経営に加わることになったみたいなんだけど。でもね、今、ラジオって少し低迷してるでしょ？聞く人いないじゃん。いや、でもラジオ面白いのよ。だから、新しい風が吹くという意味で、もう、今までラジオをずっと聞いてるファンからすると、これ、いいウィングだったんじゃないかなっていうお話が出てます。NHK のクローズアップ現代、修正とお詫びったんだけど、女性の引きこもりの事実と異なる報道をね、したみたいなのよ。だから、ね、その、4月19日放送のクローズアップ現代、広がる女性の引きこもり、孤立をどう防ぐかの内容部の一部が、女性が引きこもりからもう脱しているにもかかわらず、現代も引きこもりであるかのように伝わる放送をしちゃって、6日と番組で修正するとともに、女性や視聴者らに謝罪したみたいなんだけど、まあ、これはね、いいことだと思うのよ。だって認めて謝ってんじゃん。で、ほとんどなんかごまかし。いや、もう、0.001割でしょ、認めてちゃんと謝ったってことは。これはちゃんとね、評価してあげないと NHK を。だってほぼ隠して、なかったことにとか、クロスアップ現代。ね、数々の。みんなまたかって言ってる人ばっかりだもん。で、今回は認めたんでしょ。それは NHK 認めてあげなきゃね。私を物にしたいなら、もっとつびびてくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。